かぎ爪を折ります。まずこちらを三角に折ります。こちらの辺とこちらの辺を合わせて折ります。裏返してこちらの辺とこちらの辺を合わせて折ります。裏返します。こちらの辺に合わせて斜めに折ります。一度広げます。こちらの隙間に差し込みます。こちらに指を差し込んでこのように遊びます。こちらで完成です。